はそれぞれなんかどうなんだよ、このリアルに例えば欲しいプレゼントなんて聞かれたら、これチャマはなんだよ今欲しい、ランボルギーニ、いいね、リアルにすごいもの言ってきたねえ、なんでめちゃくちゃ欲しいの。いやいや、なんかさ、ね、俺ね、別に実は車とか、うん、その車種とかこだわってないんですけど、あ、正直ね、ほんと正直言っちゃえば、うん、ただなんかね、クリスマスに欲しいものって言われて、ランボルギーニって言ったらさ、かっこよくね。いやいや、でもこれすぐ届くちゃ、ね、届いちゃうかもしれないよ、ね、これランボルギーニが届いて、ランボルギーニさんっていう人がいるのかな、ね、あの昨日放送で言ってくれましたよ ね、 ね、僕ランボルギーニですけど、ね、全然送りましょうか、トマ君みたいなもんに、そうそう、やってもらえますよっていう、いいじゃん、ランボルギーニ、あの、ね、こういうのって番組で言っとくと叶うからね、ね、うわ、そう、ランボルギーニ、なんかそれ聞いて何回かね、こう好きな芸能人とか言ったんだけど、うん、何もなかったそれはね、好きな芸能じゃダメよ、物は大丈夫、ね、うん、じゃあどうなの、藤井君、どうなの、僕はパジャマが欲しいです。いいのかい、そんなんで。いやいや、え、いいじゃないですか、パジャマで寝るのなんて、白く100でいいんだね、じゃあなんかね、うん、いいやつにしようよ、おしゃれないいやつがいい、お、じゃあもうハードルはでもちょっと上がったね、ビキニパンツみたいなのでいい、なんでの、違う、ビキニパンツ一丁で寝るなよ、これ聞いて、だから、うん、それじゃ面積減っちゃうんだよ、うん、ね、そのなんて言うんでしょう、夏用のパジャマはあるんですよ、うん、ちょっとこれ冷えてきてるから、そう、冬用が今なくてですね、ちょうどね、あら、はい、若干ちょっと肝、裏肝かなんか、そう、ちょっと暖かい系のね、そっちの方がリアルで叶うかな、いや、こういうのも言うと叶うから、でリアルだ、ね、肌があんま良くないので、うん、強い方じゃないので、柔らかいのが、柔らかい、なるほど ね、そう、あの後ろのタグとかもちょっと気になる、わかる、首が痒くなっちゃうから、あれ入れないんやろ、入れないですね、パジャマ欲しいです、マスカ君は、まあハーレムなんですけど、それしちゃうとダメなんで、ハーレムは欲しいんだよ、うん、まあ欲しいちゃうね、あれなんで敷地ごと欲しいんだそうそうそう、あのそう、あれですね、スピーカー欲しいな、今どんなの、もう具体的に言ってたらいいよ、これ、あんな、まあ、なんていうの、TM ブックシェルフで、ちょっとこれうちの放送業で使ってるスピーカーやっぱりちょっとお高くなりますけれども、まあそうですね、ね、うん、じゃあまあ、うん、今年は L、 そして来年 R で、そうですね徐々に貯めていただいて、初めはやっぱ物からね、もう時代は始まったな、ありがたみ感じないから、そうなんだ、ね、そっかそっか、マスクは、いや、これリアルな話でしょ、そうだよ、やっぱり言っとくから、これね、今ね、あのちょっと切らしててシャンプーが欲しいんだよねすいません、帰りに買ってけ、サンタもがっかりですよちょっとなんか今開けてこう水入れてちょっとなんかまだ使える薄めてる感じね。で、一方リンスは余っててね、これコンビニでかい、それね、単純にマスクの使い方の方だから使い方ミスってるだけだメンバーそれぞれなんかどうなんだよ、このリアルに例えば欲しいプレゼントなんて聞かれたら、これチャマなんだよ今欲しい、ランボルギーニ、いいね、リアルにすごいもの言ってきたねえ、なんでめちゃくちゃ欲しいの。いやいや、なんかさ、ね、俺ね、別に実は車とか、うん、その車種とかこだわってないんですけど、あ、正直ね、ほんと正直言っちゃえば、うん、ただなんかね、クリスマスに欲しいものって言われて、なんかランボルギーニって言っただから、それじゃ面積減っちゃうんだよ、うん、ね、そのなんて言うんでしょう、夏用のパジャマはあるんですよ、うん、ちょっとこれ冷えてきてるから、そう、冬用が今なくてですね、ちょうどね、あら、はい、若干ちょっと肝、裏肝かなんか、そう、ちょっと暖かい系のね、そっちの方がリアルで叶うかな、いや、こういうのも言うと叶うから、いや、リアルだ、ね、肌があんま良くないので、うん、強い方じゃないので、柔らかいのが、柔らかい方、なるほどね、そう、あの後ろのタグとかやったらそれはね、好きな芸能じゃダメよ、物は大丈夫、ね、うん、じゃあどうなの、藤井君、どうなの、僕はパジャマが欲しいです。いいのかい、そんなんで。いやいや、え、いいじゃないですか、パジャマで寝るのなんて、白く100でいいんだね、じゃあなんかね、うん、いいやつにしようよ、おしゃれないいやつがいい、お、じゃあもうハードルはでもちょっと上がったね、ビキニパンツみたいなのでいい、なんでの、違う、ビキニパンツ一丁で寝るなよ、これ聞いてとかもちょっと気になる、わかる、首が痒くなっちゃうから、あれ入れないんやろ、入れないですね、パジャマ欲しいです、マスカ君は、まあハーレムなんですけど、それしちゃうとダメなんで、ハーレムは欲しいんだよ、うん、まあ欲しいちゃうね、あれなんで敷地ごと欲しいんだ、そうそうそう、あのそう、あれですね、スピーカー欲しいな、今どんなの、もう具体的に言ってたらいいよ、これ、あんな、まあ、なんていうの、 TM ブックシェルフで、ちょっとこれうちのだからさ、うん、かっこよくね、いやいや、でもこれすぐ届くちゃ、ね、届いちゃうかもしれないよ、ね、これランボルギーニが届いて、そうそう、ランボルギーニさんっていう人がいるのかな、ね、あの昨日放送で言ってくれましたよね、僕ね、ランボルギーニですけど、全然送りましょうか、トマ君みたいなもんに、そうそう、お前は頼むぞっていう、いいじゃん、ランボルギーニ、あのね、こういうのって番組で言っとくと叶うからね、ね、そう、ランボルギーニ、なんかそれ聞いて何回かね、うん、こう好きな芸能人とか言ったんだけど、何も、うん、